右の方から何か来るね。あ、こっちにはニャン。あっちはロバーだな。荷物運びの仕事かい？のんびりと。猫はちょっと緊張してる？あ、向こう見てる。地面には白い粉が。この粉、お塩なんだって。ここどこ？あの建物何？砂漠のオアシスって感じ？こんにちは。やっぱり砂漠のオアシスだね。あそこがニャンの家なんだ。砂漠の探検から帰るところだね、家に。さ、ならこの水を渡らなきゃ。家は砂漠の中の遺跡みたい。でもロバのおじさん住んでる感じだったが。いや、なんか慎重だ。我が家に帰るには渡らねば。その石に届くか。えい、この水大丈夫かな。実はしょっぱいのだよ。砂漠を流れる潮の川さ。どうすりゃいい。この先の水流れてるの分かる？水面にさっきのロバとおじさんが映ってる。助けを呼んだら？ああ、そうはいかないか。猫の意地お見せしましょう。私の家はモロッコでもちょっと有名なとこ。そう、ここはモロッコ。次の石には届かないし、どうしたものか。あの家の歴史は古いよ。モロッコの歴史ご存知？えい、一気にいっちゃ。これで我が家に帰れる。猫の家があるところ、実は世界遺産にも登録されてるアイトベンハドゥという砂漠の砦です。アイトベンハドゥ。おや、ロバも門をくぐりご帰宅。砦を築いたのはベルベル人と呼ばれる人たち。かつてモロッコの北部に住んでいたが、1300年ほど前アラブ人に追われ、内陸の砂漠近くに砦を築いた。猫もベルベル人と一緒にやってきた。なんかお家に帰ってきたら歩き方元気になったな。お、さっきの川、日干しレンガで作られた砦。ガイドブックによると17世紀にできたらしい。4つの塔で囲まれた形が特色。映画のロケでもよく使われる。ハムナプトラ2とかアラビアのロレンスとか。お、鳥が穴に。昔はあの穴から敵を狙い、バーン。お、ニャンも？そこが通り道なの？狭いところが好きなのかい？ま、顔出して、ヒゲがピンピンしてる。
い？何してんの？猫の行動は不思議に満ちてるな。アイトベンハドゥの砦には今も8家族40人ほどのベルベル人が暮らしてる。そして人がいれば猫もいる。お昼休み、ランチの時間が始まります。猫も一緒にお昼ご飯。ベルベル人の昔ながらの暮らしの風景だとか。人間の暮らしが昔ながらだと、猫の感じもどことなく昔ながらに見えたりして、ほら、野生な感じ。やっぱりパンより肉のが好きだね。チキン美味しそうに食べるね。人の家族と猫の家族。人間の大家族でもよくある喧嘩でしょうか。君は強いんだね。サソリもか。なんだか勇ましい感じがしてきた。すごいんだ。頼もしい。ガードマン、何してんの？あれ？右の下の方に牛だね、あれ。牛の背中。あ、穴からまた出てきたぞ。
牛に比べるとガードマン小さいな。でも牛をサソリから守るのはやんだよ。見回り見回り。牛のキス、うん、ちょっとキスされても、またキス、牛にパンチ。いや、牛のキスは苦手なのか。猫パンチ。それとも半ば嬉しいのか。見回り見回り。そして家畜を守る猫。そうか、猫と人の暮らしってこうして始まったんだね、きっと。おや、バケツ持って、ああ、乳搾りですか。ん？いや、なんか気にしてる。もらえるんだ。それにしても大きさがかなり違う。牛の頭の影に入って休息している。牛が動くと日が当たる。近隣の村に売る大切な牛乳。そうだな。美味しかった。食後のくつろぎ。どこ行くの。うわ、風がよた。今風でよたってした。猫の体も揺らす砂漠の風。もう一度見てみましょう。来るよ。
大西洋に面した古い港町エッサビラ。紀元前800年代から港だったらしい。おお、子猫。人通りが多くて何か戸惑ってるね。午前10時の港町。おお、後ろから何か来てるぞ。水たまりの匂い嗅いでる場合じゃないぞ。水たまり美味しいのかな。カモメがたくさん。こっちの水は甘いか。面白い船の形。後ろのあれ、見張りの塔かな。大砲もある。子猫の探検だ。何覗いてる。釘打ちしてるね。箱に興味があったのか。きっと魚入れる箱だ。匂いがね、きっとするんだ。おや、大人の猫か。子猫ちゃん気づいてないのか。今朝取れた魚だろうな。さっきの子猫食べたいだろうな。ほらやってきた。どうする。おお、魚の箱だ。これだよ、君の朝ごはん。猫が、そして鳥が次々にやってきて、魚のクズを全部食べてくれる。市場をきれいに掃除してくれる。ニャンはここでも働き者だ。さっきの大人猫、子猫に興味津々。おはよう、お兄ちゃん。ニャンの世界ではこうやって大人が子供をリクルートして仲間にしてるんだろうか。モロッコではよく見かけた。仲良くしてね。意地悪しないでね。優しい。いいか、坊主、司会しろよ。
18世紀にイスラム王朝のスルタンが海に向かって大砲を配備した。長さ200メートルにわたってずらりと並んで海を睨んでいる。猫の軍団の遊び場になってんだな。おや、鶏も混ざって遊んでる。鶏と猫仲良しなのかな。不思議。ジャンプ。ジャンプ。大西洋の海、荒々しいな。ジャンプ。スルタンがフランス人の建築家に作らせた城塞都市。ごらん、気持ちよさそう。まるでこの港を守るために見張ってるみたいってことはないよな。子猫。どうした？なんかちょっと不安げな顔。気のせいかな。何してるの？なんか食べ物？黒い大人猫が向き合った。どうなる？何を訴えてんだ？黒猫さんは子猫になぜ近づいたんだ？知らない子だね。ああ、そう言ってんだ。あなたどこから来たの？知らない子猫を可愛がるモロッコの大人猫たち。ほら、くんくん子猫を嗅いで。猫もなんかいい感じでお尻を上げて、猫の親分子分のちぎりを交わしたんですか。すっかり港の人気者になったようだな、この子猫。自転車に集まってきた。ああ、餌をくださるんだ。もちろんあの子もちゃっかりやってきました。
お、加えてる。たくましいね、チビは。ごちそうさまでした。新鮮な魚は美味しいんだね。港の大人たちに可愛がられることになった子猫ちゃん。チビすごい果敢、だいぶ力強くなってきたね。もう犬にも可愛がられています。ちょっと威嚇する顔つき、一丁前のつもりか。戦う子猫と遊んでるワンちゃん。参ったよ子猫様ってそう言ってんの。怒ってます。犬を追い払って自慢げな子猫。もう立派な港の一員です。大人たちに褒められてんのかな、犬と戦ったことを。大丈夫だったかい。